皆さん、こんばんは。ペリオディスタオ小沢です、えー。今週末は土日ともに u ネクストでのラリーが中継入ってましたので、なかなか日曜日中の、えー、J リーグ取材、体的にはきつかったんですけれども、今もきついんですけれども。 今シーズンは島崎さんと福田正宏さんの裏剣プラスで、え浦和の話も、ま、月1というよりも不定期でえ出演させていただくことになってますので、これはいかねばいかんということで、え体に鞭を打って、えー、再スタまで行ってまいりました。今回は本日3月の3日日曜日、16時キックオフで行われました、メ治安田スダ J1 リーグの第2節、浦和と東京ベルディの一戦についてお話ししたいと思います。結果は、1対1のドローに終わりました。試合としては、ま、前半からえ後半の70分ぐらいまでは 東京ヴェルディのペースだったと思いますし、まあ、東京ヴェルディが思い描くような え、裏にボールを持たす、え、展開で、まあ、そこでね、いい守備をソリッドな、え、コンパクトなスリーラインで、まあ、奪ってからのカウンターも何度か前後半で発動させましたし、逆に後半に関して言うと、え、裏のプレスをうまく回避しながらボールを前進させて、特にね、森田幸樹が、え、絡んでの、え、展開配球となると、やはり、え、局面でね、え、局地点でも、え、いいパス差し込みますので、まあ、かなり東京ベルディこれ2点目取れそうだな、というような、え、流れ展開ではありましたけれども、まあ、その、え、 10分になる手前ぐらいですか？まあ、実際には61分に選手交代をヘグマ監督。まずは3枚買いを思い切ってしてきてまあ、後半からね。立ち位置を関根と小泉のところを変えたり、なんかにはしてました。けれども、もまあ、3枚買いをしてまあ、そして中島翔也も入れてということで、まあ、かなりスクランブル的に。 前線にね、まあ、サイドからのアーリークロスも含めて、非、えー、人数をかけて、えー、クロスを打ち込んでいくような攻撃になった時には、まあ、ちょっと東京ベルディがアップアップになってしまって、まあ、守備のための守備となかなか攻撃カウンター作れない展開になりましたので、完全に裏腹が押し込んで、まあ、これは、 え、いい流れだな、得点できるかな、というところで、ま、PK のね、ジャッジの前に実際に、中島翔也のディフレクトの、え、こぼれ玉大畑が拾ってということで、ま、左サイドワークの大畑があそこまで上がっていくみたいなシーンは、ま、前半の裏側からすると、ま、渡辺龍馬が悪かったというよりも、ま、定位置攻撃で、ま、ドン詰まりの、ま、あ本当に、なかなかビルドアップのところで優位性出せないみたいな裏の、ま、凝り固まった433のところからちょっと解放されて、前エモーショナルにより、アグレッシブに前に出ていったと、ま、そこでね、ちょっとポジション の縛りとか、まあ、チームとしての戦術的な制約から解放されて選手が自由に動き出した時にはやはり裏は怖いなと、まあ、やはり個々のクオリティそれぞれのポジションでありますので、まあ、結果的には87分にその大畑がまあ決定機その前に作りましたし。 え、見事にエリア内で PK をゲットしまして、その PK を落ち着いて、センターバックディフェンダーのショルツが決めてということで、浦和からすると、まあ、待望と言っていいでしょう。まあ本当はね、この試合、ホームで圧倒的な最下の雰囲気でしたので、まあ勝ちたかったとは思いますけれども、まあ開幕2連敗を免れる勝ち点1をゲットできたという意味では、まあ、90分で振り返った時には東京ベルディが惜しい勝ちを逃してしまったなというところで、浦、ま、和、あ、はしっかりと価値ある勝ち点1を奪った試合になったんじゃないかなというふうに思います。 それでは両チームのスタメンと戦術的なポイントいくつか解説をしていきましょう。はい。えー、まずは左フォームの裏和ですけれども、こちらの433、開幕の広島戦同様でした。試合後にヘグボ監督を明かしましたけれども、まあ金曜日から前田が、まあ、広島戦ね、途中交代でかなり躍動してましたので、まあベンチ以外は驚きましたけれども、発熱、体調不良によってこの試合メンバー外と、まあソロバッケンもまだ間に合わないということで、まあただ、 大久保も含めて、まあ、次節、札幌戦に向けては、3人しっかりと戻ってくるだろう、みたいなことは言っておりました。ゴールキーパー西川、ディフェンスラインミーから酒井博樹、ショルツ、ホイブラーテン、渡辺亮馬、左サイドバック。ピボテにグスタフソンが入って、インテリオールの2人は伊藤敦樹と小泉、前線右から関根、チアゴ・サンタナ、松尾のトリデンテ3トップでした。 日本の東京ベルディ開幕の横浜 F マリノス戦から両サイドバックを変えてきましたゴールキーパーマテウス。ディフェンスライン右から山越、林、谷口、深沢。ダブルブランチ、森田幸木と三木。右にいい開幕戦、見事なフリーキック弾。マそしてね、まあ、本当にいいタレント溢れる、才能溢れるプレーを見せてくれました山田風紀。まあ、この試合、森保監督も、そして五輪代表の大岩監督も視察に訪れていたようですので、 えー、もちろん山田のことはしっかりチェックしていたでしょう。ただ今日はちょっと守備に追われる時間が多すぎて、なかなか攻撃面で良さ、えー、違いを生み出せなかったかなと思います。左に斉藤、えー、前線2トップに染野と木村が入りました。はい、まあ試合のスタッツ、えー、保持率61対39。やはり浦が、えー、ボール保持率は高くなりました。まあもう少し高くなったかなと思ってましたけれども、意外に6割ちょっとでしたね。まあ6割5分以上あるかなと、えーまあ、前半の、まあ、とにかくボールを持つといいますか、持たされる展開からすると、えー、もっと上がってそうには思います。 まあやはりあとは、ね、シュート本数が互いに少なかったと、まあ、かなり戦術的に裏がボールを持って、まあ、そこを、ねえーまあ、コンパクトに3ラインで構える東京ベルディという、まあ、構図でしたので浦、まあ、裏もなかなかそこで攻撃で優位性もアタッキングサードからの崩しもなかったと、まあ、東京ベルディ時折カウンターを打ちましたけれども。 シュートは少なかったかなと。まあ、枠内4対3にとどまりました。はい、まあ、開幕の広島戦を見る限り、裏は、まぁ、433ほぼ定位置。まあ、ディフェンスのフォーバックがそのまま定位置を取って、まあ、スタティック、性的なビルドアップで、まあ4枚いますし、まあ、そこで可変していかないと、まあ、せっかく渡辺龍馬使ってるんだったら、偽のサイドバックとかやればいいのになと、個人的には思ってますが、まあ、それはね、何が正解かは監督が決めることですので、まあ、個人的なそれは私の好みですけれども、まあ、とにかく433 をを崩さずににボールをねえ綺麗に運びまし,ょうしっかりとポジション取りましょうというのは、まずはヘグモ監督、まあそこをね、しっかりと今チームに植え付けている段階かと思いますので、まあただそうなると当たり前ですけれども、まあ普通に4-4-2の相手チームが、まあ例えば今日もこういう形で東京ベルディが4-2-4のハイプレスしてきたら、普通に詰まっていたでしょうし、 まあ、どん詰まりになって、自分たちのエリア付近でえロストをしてショートカウンター食らっていた可能性結構あるんじゃないかなと思いましたが、まあ今日の設定東京ベルディはハイプレスではなくて、まあ4-4-2セット。まあしかも、前線のファーストラインのツートップに関しては、ま例えば木村が行った時にはソメノが必ずグスタフソンを見ると、まあフォワードのどちらかが え、ピボーテのグスタッソンを消すというような縦関係でしたので、まあそこ試合後の会見で上副監督にその設定のところ、まあ選んだ理由を話を聞いたところ、まあやはり開幕の広島戦を踏まえてのこの試合ですので、まあさすがにまあフォーバックのところでこうやってアウターで回していたとしても、まあグスタッソンもう少し動きをつけながら、 えー、まあ、そこにうまくをね、ボールをつけられるんじゃないかなということを警戒したようですので、まあ、こうやってね、当てに行った時にグスタフソン、まあ、もちろんそうなった時のベルディとしての処理の仕方は、まあ、ボランチを縦関係にするということで、ま、森田とミキであれば森田の方をおそらく上げると思いますし、まあ、その分1枚ね、えー、中盤のインテリオロが浮いてきますけれども、えー、まあ、そこをね、センターバックで処理させるということで、マンツーマン一基準で、まあ、しっかりとンプレッシングを当てていくというような、 やり方はあったと思いますけれども、やはり、裏相手に前半からアウェイでもありますし、そこまで4-2-4で当て込んでいくと、マンツーマンで捕まえに行くと、逆にひっくり返されるのも怖いというね、判断もあったと思いますし、あとは十分その守備が機能していたと思いますので、とにかく東京ベルディが序盤からグスタフソンをうまく消しながら、外回し外回しにさせて、 えまあ、多少ね、サイドバックに付けられた時には、まあ、こういう形で牽制をかけながら、まあ、ただ、え、ラインはね、ズルズル下げずにというところで、まあ、そこはジョーフ監督も説明はしてましたけれども、ハイライン維持で、まあ、そうなるとね、ちょっと、センターバックのところにはどうしてもプレッシングかかってこないので、まあ、例えばここで持ち運ばれて、ハイラインの背後にこうやってね、逆サイド配球された時にはちょっと怖いかなというふうには、 見てましたけれども、裏は、まあそういった背後への裏抜けのアクションはほとんどなかったですし、まあそこはヘグモ監督も試合後の会見で、えー、ま特にヘインテリオールの裏抜けのアクション、まあウィングの関根松尾の二人の背後への脅威がなかったということで、まあそこが前半の課題でしたというような話はされていましたし、まあそこに関しては会見で私も、えー、より突っ込んだ質問をしましたので、そこは裏剣プラス用に取っておこうかなと、まあどういうことを聞いてどういう回答があったのかというところは、 え、ね、今週、まあ、この後週明けですかね、島崎さんとまた動画収録しますので、裏剣プラスで楽しみにしていただければなと。まあ、それ以外にも、関根にちょっとだけ話を聞いた、プラス祝うにも話を聞いてきましたので、まあ、どういう話を聞いてきたのかというようなところの、 ええね、こう取材のネタも持っていきたいなというふうには思っています。はい、まあ前半は、えー、そういった形で東京ベルディが裏にボールを持たせてうまく守備で指導権とリズムを握りながら、えー、時間を過ごしましたし、まあ、前半は一本、えー、林のね、パスがちょっとずれて松尾にそのまま持っていかれてしまって、まあシュートを打たれたシーンはありましたけれども、まあそれ以外はほぼほぼ裏にシュートを打たせませんでしたし、まあポケットやボックス内にも侵入させませんでしたので、まあ東京ベルディの守備が まあ、裏の攻撃をシャッターアウトした前半だったと思いますし、まあ、それに加えて、まあね、セットプレイ、あるいは高さから、まあ、山越のね、高さもうまくいきたと思いますし、まあ、最終的には見事に反転シュート、木村がゴラスト決めましたので、0-1リード、理想的な東京ベリディの、え前半45分の戦い方だったと思いますし、まあ、逆に裏はちょっと、もったいないというよりも、持たされて何もできないなと、大丈夫かな、ヒグモ監督と思って、前半終わった時には見ておりましたけれども、後半やはり、 え、交代カードを切りながら、え、ね、こう修正を施しましたので、ヘグボ監督もやはり、え、しっかりと見えているんだなと、ま、課題認識、現状認識できているというところは最低限、え、取材をすることによって確認できましたし、ま、まず後半最初にやったのは、ま、関根をインテリオールの位置に、 入れて、ま、小泉を逆に右に張り出したということで、まあ、ここでのポジションチェンジをまず一つしたと。まあ、それによってヘグモ監督言ってましたけれども、まあ、後半に関して言うと東京ベルディに対して、ま、責任を上げる形での、ま、4-4-2で、しっかりと、 少しね、ダブルボランチ気味にもしながら、えー、プレッシングかけていこうというような、えー、ね、守備の可変をしていきましたし、あとは、えー、大きかったのは61分の3枚買いかなというふうに思います。まあ、前線チアゴ・サンタナからコオロギを入れて、えー、ワントップにして、まあ、大畑を入れて、まあ、渡辺両馬とポジションをここも大きく入れ替えましたと。まあ、そして、岩、ま、尾、あ、がここに入ってきましたので、 またね、433気味でスタートしましたが、またすぐに中島翔也も入れてきましたので、まあ特に左からの攻撃が、大畑がこうやってググッと上がって、中島はカットインしてクロスをね、どんどん入れ込んでいってましたので、まあプラスやはり前線のところで、コオロキが、まあかなりリンクマン的に幅広く動いてボールを受け取るようになりましたので、まあ起点が中央でも作れるようになったというところと、前半にはなかったような選手のポジションチェンジやモビリティが生まれて、まあそれによってちょっと、東京ベルディとしてはもう自陣のまあゴール前に縮こまるしかなかったと。 まあそれによってボールもつなげない簡単に回収されるということで、ま。あ まあ、ハーフコートゲームになってましたので、まあ、70分以降は、まあ、完全に、浦和がペースを握って、まあ、得点を奪いそうだなというような展開になりましたし、まあ、そこで、まあ、ジョフ監督も東京ベルディとしても、前線の選手、両ワイドの選手を変えながら、まあ、少しプレッシングの強度を根出していこう、前向きな守備作っていこうとはしましたけれども、まあ、チーム全体でそこまで、前向きに奪ってカウンターを打っていくというところまではできなかった。まあ、そこはやはり、選手層の厚み、まあね、両クラブの予算規模の違いみたいなところも、どうしても感じざるを得ないような、後半 さんの並行対カードによるまあ、展開流れの入れ替わりかなというふうには思って見ていました。試合後の経験値の詳しい取材内容は裏研プラスで島崎さんとともに。 えお話、会話したいなというふうに思いますので、よかったら、ウラケンプラス、えー、プレミアムから、えー、そちらのサブスク加入が必要になりますけれども、まあ、それほどね、えー、大きな、えー、月額ではないので、皆さんよかったら、ウラが好きであれば、えー、ぜひ加入いただければなと。私も、千原で加入しております。ということで、えー、皆さんにお勧めしておきます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。アソアプロキシノ。ここで改めまして、宣伝となります。1月末に、発売となりました、私のサッカー戦術の教科書。 プレイモデルが試合を決めるですけれども、なんと昨日、2月の21日ですけれども、再び、重版がかかりました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ということで、まだ発売から1ヶ月が経っていないんですけれども、すでに2回目の重版がかかりまして、大変著者としても喜んでおります。